スプレッドライダーの田中彪馬です。僕が紹介するのは AX です。 X シリーズの中でも、AX は一番硬いモデルになっていて、先シーズンとの変更点は、センターフレックスを少し落としてます。硬めの板になってますんで、速度域が上がってもばたつかないのが特徴です。中でも LT シリーズと比較して X シリーズは有効位置が長くなってます。高速域になってもばたつかなかったり、もっとクイックにターンがしたいっていう人とか、クイックに空中で操作したり、板さばきがしたいっていう人におすすめなボードになってます。ぜひ乗ってみてください。最初硬いんで乗り系全くできないのかなと思ってたんですけど、全然乗れてしなりますし、反発がその鋭いっていうか、そのキビキビ返ってくるんで、その回転の素早さっていうのが出せて、であとは弾き系はもちろんすっごい反発がもらえたんで、自分的にはすごく好きな板ですね。バイン外で乗るとやっぱキャンバーのすごい安定感というか耐えがすごいできるんで、乗り系もしやすくて、キャッチ系が特に安定感あって良かったです。まあちょっと BX に比べてちょっとフレックスの固めではあったんですけど、あんまり悪く出ずというか、なんかそのトーション使いやすいなっていう印象ですかね。まあちょっと乗りやすくはありましたね。